はい、皆さんこんにちは、アジでございます。PG88のサバーシですね。パート99やっていきますよ。もう大台来ましたね。大台目の前です。であとここは12の門の砦なんで、あと1個あれをすれば終わりですね。あらあら、ちょっとお待ちを。あら、2ブロックに分かれてる。これマジいいんじゃない。2ブロックに分かれてると、ありゃ、これ明らかに2ブロックに分かれてるね。あら、ということは2箇所あるのね、入れるところがね。そういうことになるよね。じゃあ私上行ってるから、今度ここか。こっちの1個は行ってるもんね。あーとなると、そうだね、ここだね。あらちょっと待って、キャンプしましょう。あ、30分入りましたよ。サージと雑談、あれ眠いから答えてふてくされて寝た後ね。これでまたアジリティが回復したんで次楽になるね。あれ、どういうことこれ。あ、まあこれ声かけられるんでね。まあでも楽勝でしょ、もう。もう楽勝でしょ。アジリティ上がってるんでね、食らわなくなりやすくなってんでね。あ、食らわなくなる反面当たりやすくなると。反面じゃないか。反面じゃないね。いい条件なんでね。食らいにくくなり、当たりやすくなるってことだね。なんか食らったけど食らっちゃったけどね。あれ、右の2つも、右上の2つもダメだったね。2つ両方アウト。じゃあどうすんの。中に入れないじゃない。カンニングしてもそんなの乗ってないのよね。あれ、こっちってじゃあいけないの。あれ、こっちいけないの。こっち側ね、このこっちの右側のブロックね、この宝箱ね。あれ、あのね、どうもね、私が入ったあの左上からの2番目が正解らしいんです。今見たらね。あれ、強いな敵も。ほんとヒットポイントあるね。右下だよね、きっとね。で、こうなってこうか。うん、分かりやすいね。あれ、もうこれで神麒麟は楽だ。神麒麟なんかは相手になんないんじゃない？なんのかな？ねえ。3回攻撃してくんのか。で、これね、あれ、いやいや、アイテムはさすがに欲しいんでね。
イテムはさすがに欲しいので、あり、これね、こう入るでしょ。で、ああこれだね。これ開けるでしょ。で、こっちの内側に入って、こっち行けないのよね。あれ？ねえ、この門通るとやばいでしょ。ダメだもんね。え、どうなってんの？え？まさかこの門フェイクなのかな？すごく嫌な感じ。あれ？ダメだよね。あららららららら。またなんかワープがあったりするの？これダメだよね。うん、ダメだわ。あ、全然ダメだわ。ね、ワープなんかないし。あら、困ったぞ。くぐれて、ひえーと、ちょっと待ってね、行っちゃおう。あー、ダメちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あの右側の宝箱すっごい気になる。はあ、おお、あー、てかあれ、ただに見せてるだけかな。え、嫌な感じだな。ちょっと待ってね。12のだけでいいかな。検索できるかな。あ、出てこない、出てこない。あら、出てこないわ。12の門の通りで、これはこうでいいのかな。あら、あ、ダメだねこれ。あ、いけるかな。ちょっとね、まあちゃちゃっと進みながら、なんでだろう、なんでだろうね。右側がいけないのか。あ、この宝箱ね、すんごい気になるんだけど。あれ、武器が入ると聞いてたのにね。なんでだろうね。はい、どうぞ。あれ、それしか書いてないわ。あれ、うわ、いっぱい目玉がいる。あら、混乱してんじゃない、また。あ、いや違うね。あ、混乱してるわけじゃないんだね。ああ、シャフナーズが行ってもてるか。おお。あ、よかった。今度は売るか。もうマーディボコボコだね。あれ、なんで取れないんだろう。
きな声だね。なんだいもうプロトスは全然当てになんないもんね。なんだろう、何間違えてんだろう。今ね、いろんなサイト結構あるんですね。いろんなサイトがあるんですけど、あらららら、よくわかんないな。あ、あった。あ、いや、ないないあったかな。これは違うね。いや、ないわ。ないね。あ、あと1個。あ、ないわ。なんかやたらこのゲーム12ってつく。いろんなもんがあるんだね。あら。あ、これかこれか。ここだね。なんだろう。これわざわざ開くようにしてるのがすごく気になるんだけど。でもこっち行っちゃダメなんだね。そうね、そうね。どうすりゃいいんでしょう。どうすりゃいいんでしょう。で、こっちは取ったもんね。ちょっとまた元に戻ってみましょうか。なんかあるかもしんない。こっちはこれね。で、こっちに来て、うん、そうだね。こっちだったから、ありゃ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 。まあ、最悪も諦めてもいいかなって思いつつ、こっち来たもんね。で、これ来て、そうね、これがあそこだよね。で、こっちも来たから、あ、こっちも来たよね。ワープがあるわけでもなく、まだね、あれ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 あと。で、これが下のもんで、そうね。で、これが上だね。で、から。で、これで、で、下ね。で、抜けて、こうね。これ絶対くぐっちゃダメなやつね。あ、板敵しまった。はい。で、こっち、あ、ここもいたのね。よくわからないんで、これスライドしてあげたとこだよね。はい。そうだよね。これ結局入っても意味がないと。はい。あ、そうだね。入れない。いっかも。諦めますか。諦めますか。ほえ。あ、ダメだ。もう諦めよう。じゃあね、せっかく武器があると思ったんだけど、じゃあね、あそこの砦行きましょうか。レベルも上がったので、まあ、サクッといけそうな気がしますよね。あらららら、この人は何だっけ。アーベルね。ちょっとアーベル呼んでみましょうか。これやばいね。間違えたらジャダの、ジャダってまうね。はいはい。ではこれ下下行って、だね。
アーベル興味ないわ、うん、私もあんま興味ないんですけどね。さあ、あ、もうこの寄ってきてんのかな、これよくわかんないんだけど、あまり寄ってきてほしくないんですよね。でこっちかな、うん、でこの上かな、あらら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 ら、あ、こっちだったね、しまった。あ、新しいの出てきた。ちょっとやばいかもしんないね。翼の砦でラーホの絨毯を呼ぶとき、仲間の一人を殺さねば降りてこない。それがラーホの血だ。仲間の返り血を全身に浴びなければ手に入れることができないじゃ。うーん、アーベルさん候補だね。同じこと言ってますね。あ、いいわ、ショップで買いだめした方がいいぞ。うん、あ、スプリントメール、明らかに今より絶対いいよねこれね。やったー、はい、またか、これまたこのパターンか、うわー、はい、あ、よかった、1個、とりあえず待ってね、ドレスはあるんで、買ったらアーベル生かした意味なくなるもんね。ちょっと置いときましょう。今何が、あー、フードか、私に生かしたんだよね。あ、僕だけか、どうしようかな。とりあえず、今防具が13,000ですね。基本的にお下がりでいいんで、あ、17,000までいっちゃった。シルバーチェーンメール、あー、そうね、シルバーチェーンメールを売る、フルも17,000いったね。チェインメールはアーベルは切れないよとか言ったんだよね。ウディンはね、うん、次回に回しても基本的にお下がりでいいんでね。ルークの様には失礼のないようにな。誰それ、どこ行きゃいいかな。ルークの衣装買うんだよ。あ、話が全然見えないんですけど、兵士ルークム様、天天の弱で、これ、敵なのかい。あ、でももうこれであんまり食らわなくなったんじゃない。まあ、ウディンさんは結構食らうと思うんですけど、えらい見にくい猫もね。私は響き続きサーバッシュの、アルフール地方ですね、攻略と。別に何もないな、全然何もないですね。
今こっちに喋りかけたもんね。あー、なんか迷路なってんね。あ、宝箱あるわ。はい。あー、でもね、スプリントメール手に入れたけどだいぶ違うね。エルーク様はアマジャクで困る。アマのジャキって書いてアマのジャクって読むんだろうね。よくよく考えたら漢字って見たことなかった。恐ろしいロジックだこれ歩き方おかしい。もうもうほんとびっくりするわ。あ、じゃあね、ちょっとあれなんでこの辺で一応終わっておきましょうかね。ピシャーチャーチのサバーチですね。バート99、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。